三崎馬飼の黒駒は古代海の国に関係する伝承。古代海が両馬の産地であったことから成立したと考えられている伝承で海から中央へ貢ぎのぼされた春馬を指す。山和武いの坂織ぐ伝承と並び、古代海と中央の山和王権との関係を示す伝承としても注目されている。世界史的には馬は 後期旧石器時代から食料として利用されている。家畜化された年代については、議論があるが、紀元前4500年から紀元前3500年頃にかけて、ユーラシア地方で家畜化されたと考えられている。以来、牙による遊牧は、遠隔地の交易を促進し、軍事的な遠征を可能にし、古代オリエント世界においては、幾多の帝国を生む要因にもなった。 東アジアにおいては中国で、陰潮後期に馬が伝来し、朝鮮半島においても、英ー朝鮮の時代に馬が飼育されている。日本列島には、古墳時代の4世紀から5世紀にかけて、馬が伝来し、大型古墳を造成した、主長層に受け入れられたと考えられているが、山梨県では4世紀後半代の馬詩が出土しており、山梨を含む中部高地には、 西日本に先行する古い段階で、馬が捕来したと見られている。貝の黒駒に関する伝承は、日本初期有略記に記されている。初期有略天皇13年9月上の歌物語によれば、有略は、不実を働いた、木工、稲部真似を処刑しようとするが思い直し、稲部を斜面する際に形状に春馬を使わした。この時の春馬が、 回の黒駒であるという。有略朝には、これと同様の逸話が、数多く存在し、初期においても、有略12年10月人五条に黒駒伝承と、類似した話があることが指摘されている。このため、必ずしも、有略朝にあたる5世紀後半期の史実ではなく、初期編3時の歴史的事実が反映されている、可能性が考えられている。 高橋富雄は、初期編3時に、海の国産の馬が都で早馬として使われていた、可能性を指摘し、日向は南は、古代において、東山道と東海道を結ぶ地点に位置する、海国において、早馬が廃されていたと指摘している。俗日本期、天平3年12月21日以上では、海国寺、田辺市広谷が、朝廷に新名を献上した随称を伝えている。 このため田辺氏は恩賞を受け害では伊佐を、長が免除され、全国的な大社が行われたという。田辺文氏は、馬まい技術を持った、トライ系氏族であると考えられており、天平商法2年には後に、三巻が設置される、上みの君に認じられている。天武天皇元年には、上方で大友美子に対して、大天王子が挙兵した人心の乱が発生する。 初期によれば、人心の乱において、大天王じ法の軍兵として、生命不詳の海の勇者の活躍が記されている。海の勇者は、海の国の軍事階級の地方豪族の一族で、あるとも考えられているが、人心の乱では、騎馬で大友王子法の武将、ロイクジラをいたという。この逸話から、古代の海は、馬産地であるだけでなく、馬を扱う。 騎馬兵も擁していたと考えられている。聖徳大使肖像、平安時代には、黒駒伝承に、聖徳大使と関係させる説話が加わる。大使は7世紀初頭の水古長を主導した皇族で、後に、大使信仰の成立に伴い数々の伝説が、生じている。聖徳太子伝歴や、不争略記によれば、太子は、推古天皇6年4月に、 諸国から両馬を三つ下場させ、献上された数百匹の中から、四つ足の白い貝のカラスゴマを新芽であると見抜き、隣の長子マロウに命じて使用する。同年九月に大使が試乗すると、馬は天高く飛び上がり、大使と長子マロウを連れて東国へ赴き、富士山を越えて、信の国まで至ると、三日を経て都へ帰還したという。ステレキは、 平安初期に成立した大使関係の説話を集める上流聖徳大使伝補欠期や大使伝の類を参照して記されたと言われ、不創略器も捨て歴をベースにしている。現在伝わる補欠期には大使の所有していた飛行能力を持つ鳥藩の馬の産地を解凍する記述は見られず、トネリの長子マロは別箇所の 片岡山上一説話において登場していることから、捨て歴の作者により、初期以来の黒駒伝承と関連づけた創作が、含まれていると考えられている。他、大使と黒駒説話には、水管では、多くの類話が成立し、大江正房、本庁新宣伝では、大使が黒駒で全国に至った説話に発展する。また、聖徳太大使伝では、 富士を越える様子が描かれた。なお、長子氏は、馬屋と王子の上宮王家に奉仕する、トライ系氏族であることが確認されており、諸国からの貢ぎ物管理を担当している。また、上宮王家の火星機関には馬を飼育する、馬氏の存在が指摘されており、カイコマ軍には、上宮王家と関係のある身分が置かれている。また、 平安時代には飼い始め東国の4カ国には見巻きが成立し朝廷への蜜ぎ植えが行われているが、長屋沖木館によれば8世紀から飼い始め、東国からの蜜ぎ植えが確認されており、伝承の背景となった歴史的事情の検討が行われている。北海道和酒機器に記される飼いの黒マの特徴は、黒い馬、体は黒、髪と尾が白、体が黒。 獅子が白の特徴を持つとされる。平安時代後期から、鎌倉時代には、貝、源氏の一族、南部氏が、東北地方へ移住しているが、日本在来場の北海道和氏は、江戸時代に、正木藩が、南部藩から南部場を導入し、繁殖させたもので、貝の黒駒に近いとされる。山梨県南鶴郡鳴沢村鳴沢の紅葉台、木蕎鴖牧場では、 1989年から、北海道は首都、基礎馬の後輩により、青毛の馬を再現する試みも行われている。会長静河古墳橋が出土した海の瀬下のお船石、古墳考古学的には、4世紀は、山王権による、中央集権化に伴い東国の軍事的征服が、行われている時期で、この頃には、朝鮮半島から、 上馬風習が伝来している。甲府盆地では、紀内から東海地方を経て、古墳文化が流入し、盆地南部のソネ丘陵において定着する。ソネ丘陵に展開された米倉山、東山古墳群では4世紀から、機内色の強い前方後円墳が出現し、大和の庭の市と共通の信仰が持ち込まれている、ことから、 大和王権から派遣された海の国像によって、築造されていたと考えられている。この頃には、甲府市ジオブの塩部遺跡の法径修公墓から4世紀後半代の馬詞が、甲府市下校山町の東山北遺跡の法径修公墓からは4世紀末の馬詞が出土している。また、甲府市の横根、桜井積もる石塚古墳群の石室内や海の詞、 志田のお船石古墳の修航からも古墳時代の馬が出土している。山梨県を含む中部高地では西日本に先行する列島最古級の時期に馬の飼料が出現しており長野県長野市の篠野遺跡からも四世紀後半代の馬氏が出土している。一方で近年は西日本でも古墳前期にあたる大阪市の西岩大跡や八尾市の 亀遺跡などで東日本とのギャップを埋める最古級の馬遺体が出土しており、この時期の馬を古墳時代中期以降の本格的な馬導入とは区別した散発的トライと位置づける説もある。馬の年齢は馬子の摩耗状態から推定する手法が確立されており、この手法によれば山梨県の古墳時代の馬では潮部遺跡で4歳、横根、 桜井つもる石塚古墳群で、弱霊、三個体が出土したお船石古墳で4歳から6歳と、弱霊の傾向にあることが指摘されている。東山古墳群では4世紀後半に、最大規模の会長石塚古墳が出現する。長石塚古墳の被創者は、大和王権と強い関係を持ち、東国経営において、重要な役割を果たした人物であると、考えられているが、 これを危機に記される、山和岳の統制の途上に立ち寄った、坂織風伝承と関係づける説がある。これは、山和王権の東国制覇を反映していると、考えられている統制において、山和岳を共応したお日きの老人を会の在地主張とするもので、黒駒伝承と並び古代会と山和政権を結ぶ伝承であると位置づけられている。 一方、年代的な問題や他の伝承から、老人は万道地方の国の宮津子と考えられ、また4世紀後半の築造という年代から、カイノ国造の始祖である、シオミスクネの墓と見る説もある。甲府盆地では、黒駒伝承の時期にあたる5世紀以降に、中道勢力が弱体化し、盆地各地へ勢力が拡散し、中小規模の古墳が築造されている。 5世紀後半には、部民が設置され、中道勢力の主張権力を継承した、名主墳である、考えられているカンカン塚古墳からは、山梨県最古の5世紀後半のバグが出土し、新興勢力の大塚古墳大塚古墳などでもバグが出土している。現在のところ馬さんや、三木上が行われていた確証はなく、有略町の黒駒伝承が、 同時代の歴史的事情を反映しているかは不明。古代、中世には、集落遺跡からの出土が増加し、甲府盆地の北縁や西部、東部をはじめ、盆地以外の北駒や、群内にも馬の出土事例が分布する。一般に、西日本では、牛が多く、東日本では、馬が多いことが指摘されているが、山梨県では、 古代には、牛と馬がほぼ同率で出土するのに対し、中世には、牛の出土が激減し、馬が増加する。また、甲府市長木の朝木遺跡から出土した、平安時代の馬遺体など、馬は低調に埋葬された事例が多いことも、指摘される。中世の八田巻の全身集落と考えられている、南アルプス市、都土の都土遺跡からは、多数の牛馬骨が出土し、 平安時代の馬の全身骨格4体が出土している。都度遺跡出土の馬は4歳前後の弱霊で、体高1 2 5トルプラスマイナス1 0トルと推定されている。演技式によれば、見巻から奉納されていた馬は4歳前後と記されており、芝の比較や骨の利用も行われていたという。都度遺跡の馬は弱霊であることから、 基準に満たない馬を処分して、比較を利用したとも考えられている。中世には、武家巨漢周辺の収録と考えられている、南アルプス市の大使東丹保遺跡から、馬が出土しており、これらは10歳前後の年齢構成で、同遺跡から、水田遺構が検出されていることから、農耕馬としての利用であったと考えられている。馬さんに関する施設山梨県では、 八ヶ岳南陸地域を中心に、方形縦穴状以降が多く分布する。方形縦穴状以降は、全国的に12世紀から確認され、地面を掘りくぼめた建物跡である。その用途は不明であるが一部で鉄紙が出土することから、谷屋以降とする説のほか現代の聞き取り調査や民族事例との比較から、これを馬小屋とする説もある。 長篠の戦い戦国時代の開国では、武田の騎馬隊と称される、騎馬隊が著名であるが、平安、鎌倉期と比して、馬遺体の出土事例は少ない。甲府市、武田の武田市役跡の西黒網南古行からは、戦国時代の馬の全身骨格が出土し、体高は115.8センチメートルから125.8センチメートルと推定されている。 紅葉軍艦牧一では、武田信虎と春信の親子確執を示す逸話として、青年期の春信が所望した名馬、鬼影が登場し、鬼影の体高は408寸8分であったとしている。紅葉軍艦の成立した江戸時代初期には、体高150センチメートル前後の馬を最大級とする認識があったとも考えられている。 天正3年5月21日に、武田勝頼は、三河国長篠における、長篠の戦いにおいて、織田信長、徳川家康に敗退する。長篠の戦いは、鉄砲隊を用いた、織田、徳川勢に対して、騎馬隊で突撃戦術を行った武田方が敗退したとする図式が存在するが、近年は、武田の騎馬隊、織田の鉄砲隊に関しては、 議論が存在する。日本における中世の馬は現代のサラブレッドに比較して小型であり、体高147センチメートル以下の馬を指すポニー程度であったとする説がある。戦国期の馬は資料が少ないが平安鎌倉期の馬は概ね147センチメートル以下のポニーに依存することが指摘されるが絵画資料に描かれる。 在来場の馬体が眼鏡に描かれていることから、大鎧を着た武者を乗せる牙に耐えられる能力を有していた点も指摘される。聖徳太子伝歴に見られる、聖徳太子と会の黒駒に関わる伝承は、山梨県や奈良県に残されている。山梨県で、黒駒伝承や聖徳太子階層伝説を持つ寺院黒駒地名や黒駒由来の地名、 大肢像や大肢像図などが数多く残されている。これらの伝承は主に、富士山周辺や古代環道である開示のルート上、あるいは、浄土新州において、聖徳大肢が崇拝されたため、新州寺院において黒駒伝承が分布している。また、近世には、下山を本拠とする下山大蔵建築関係者が、大肢校を形成したため、これに関係した黒駒伝承も見られる。 富士山は古代から噴火を繰り返したため崇拝を受け地元では浅間大臣を祭りはるか拝していたが中世には主元社が富士東拝を行う山岳信仰が成立し近世には関東を中心に富士港が成立したこれらの富士信仰と関係し中世には黒駒大使が描かれた富士万ダラズなど絵画の画題になったほか、富士山麓では 大使や黒駒に関係する地名や信仰遺跡が残されている。日本では長野県や東北地方、南九州など伝統的な馬産地域において馬刺しなど馬肉を食する文化があり、山梨県にも馬肉文化が残されている。山梨県において考古学的には馬に限らず肉食に関する確実な証拠は乏しく未解明の部分が多い。 都度遺跡から出土した平安期の馬は、比較利用が行われていたされ、解体された馬肉は、食用とされていたとも考えられている。山梨県立博物館では、貝の黒駒と題した古代海と、馬や牧に関する展示が行われている。ありがとうございます。